皆さんこんにちは。これからギャングスターのライト版を、早速試してみたいと思います。プレビュー動画ですね。音量は俺はなかなか期待できそうなプレビュー動画で、なんですよ、なかなか。ピントが20、ロードがめちゃくちゃ遅いです。でもなかなか画質も綺麗で面白そうな感じがします。遅いですね。ああ、これはグランドセフオートそのままですね。グラフィックはなかなか綺麗です。ストーリーが飛ばします。操作性はなかなかいいものになってます。はい、近くの国、視点はこうやって変えられるんですね。横断歩道、早速ここで進みます。あ、ラジオが聞けるそうです。通り過ぎてしまいました。あ、なかなか、てか同じ車。ちょっとこれは微妙ですね。すみません、ちょっと手間、最初から手間取ってしまいました。邪魔です、邪魔邪魔。ではない。公衆電話は公衆電話を使うことで揉めたそうです。そこは微妙な気がする。それでミッションかな。ちょっと一般人やってみて。あれああ、意外と簡単ですね。これはなんかマップ上に家のマークが表示され、そこに行けばいいんでしょうか。なかなか面白いですよこれは。ここが家ですか。あ、なんか結構好き玉のミッションが。あ、ラジオが2曲しかない。
ラジオ2つしかないですよ。ちょっとうるさいんで切ります。後で自分で飛躍してるわけですね。運転が引きましたね。今人思い切り引いちゃいました。これをこれは爽快、これはなかなか爽快ですよ。今通行人引いたらどうなんでしょうか。なかなか出来はいい気がします。視点がおかしく、あ、ちょっとすいません、ミッションをちゃんとクリアします。これなんだ。なんか警察に追われちゃってるみたいです。逃げなきゃ。あれですね、警察。バカですね。なかなかバカですよ。気づけっちゅう。警察マーク消えちゃった。あ、楽ですね、これ。結構最初の頃。で、ショッピング行くという下りで、なんか買いましょう。今度ポランディストなかなかいい。で戻ります。うお、叫んだよ。ムカついたのに、またこのラジオ局ですね。あ、こういうとこはちょっとグラスの方が上を気がします。ちょっと自分の車に戻んないといけません。ちょっとこのデジカメの画質が悪くてよくわからないかもしれませんが、グラフィックはとても綺麗。自分の車のところに、なんかこれあんまり良くないところに車を止めてしまったけど、自分の車乗ります。安全で何だかよくわかりませんけどね。今のはひどい。車が大変です。で、次のミッションは何かと、あれ？ん？なんだ？あ、無料版はこれで終わりのようです。はい。以上、ギャングスターでした。さよなら。